おはようございます。即開塾の久保です。まあ、朝のお皆さんもね、今日の支度を始めるところだと思いますけども、まあ、皆さんはですね、今日、ものすごくワクワクして、今日一日が楽しくてしょうがなくて目を覚ましたでしょうかそれとも、あ、今日も一日始まるなと、非常に憂鬱な気持ちで何かの支度を仕方なくやってるでしょうかもしくはその中間でですね、最も多いと思うんですけども、本来は自分がやりたいことでも何でもないけども、なんとなくそれに、まあ、習慣をつけてしまったと。 それがないと、なんとなく気持ち悪いと。それに慣れてしまったので、その中でも喜びが見出せるようになってしまった。という例もあると思いますよね。で、よく考えていただきたいのは、私たちは、私たちの一人一人のね、自分の人生を生きてるわけなんですよ。誰かが作った、あお仕事、ビジネス、会社、工場、お店。 それを手伝いたくて、手伝いたくて、しょうがなくって生まれてきたわけではないんですよね、もちろんそういうところに勤務することを否定しているわけではないんですよ、ただ人はいつか自分の人生のさやに収まっていかなくてはならないんですよね、自分の人生のさやに収まるということはどういうことかというとあ、例えばですね、今日いきなり会いたい人ができた、今日いきなり、えー、やりたいことができた、それを自由に選択してそれを選べるということ、これが自分の人生なんですよね。 なかなかあ、そこ、そういう意味ではあ、自立というのか、自覚というのか。 なんいうのかな表現はいろいろあると思いますけども自分の人生を自分で選択して生きている例っていうのは非常にまあ少ないんではないかなと思うんですよね。例えばいきなり約束を破るとその人との関係があその後通用しなくなるから本当はやりたくないんだけどやってしまうとか、まあ、これをやらないと次の仕事がもらえないから仕事がもらえなくて収入源を断たれるから本意ではないんだけども仕方なくやってしまうと。と、ま、と、あ、こういうい気持ちが入ってくると 一日が憂鬱だなという気持ちでスタートすることになるんですよねでもその活動自体があまあなんていうかね、えー、モチベーションと やること自体が大好きだよと。報酬なくてもやりたいんだよって思う見つけられた人生っていうのは非常にハッピーなんではないかなと思います。もちろんそういうものがいきなり手に入ることはありません。そこに向かうためにやっぱり苦難の道も一時期はあると思うんですよ。それが10年なのか20年なのか分かりませんけども、いろんないろんな自分では意にそぐわないことをやってきて、意にそぐう人生を一日も早く、一秒でも早く見つけていただきたいかなと思っております。私はおかげさまで、ですね今だいぶ自分の人生を歩けるようになったんではないかなと。 そのシンプルに分かりやすいのが、まあ、親孝行することと家族というものが、ねえー、あって家族を第一に考えられているということですよね今日、私は出勤をするわけではないですし何かの義務に縛られているわけではないですただ、全て自分で是、えー、とするものを行動できてですね 自分がやりたいと思ったものをやって、やりたくないと思ったものを断ることができるという環境にはいるのかなと思います。まあ、それでもですね、私はですね、なるべく多くの方との関わりをやっぱ大切にしようという、まあ、根底の心があるんですね。うん、す全ての方にではないですけども、とりあえずは即下塾というものに関わってくださった方には、いろいろと尽くしていけるんじゃないかなと、時間を使っていけるんじゃないかな、意識を込めていけるんじゃないかなというふうには非常に感じています。そういう意味で、私は即下塾の皆さんのことをファミリーと 思ってますしこの放送を見てくださっている方に対しても私はすごく恩を感じているわけなんですの、ねまあ、ですそでから塾に入っている、入っていない関係なく、まあ、有益な情報ですね。 え、私から発信できればなとは思っております。ただ今、即可塾のジェスの期間中なんで、えー、公開の情報もあるし、公開しない情報もあるということでね、えー、ここはですね、久保哲郎ってものに対して、家族を感じて飛び込んできてくださった方には、も、ま、う、あ、100%全部お渡しするんですけども、まあ、いまいちなという方に対しては、じゃあ、まあ、いまいちという評価をつけられるんだったら、 こっちの方は、あ受け取ってくださる方用で、こっちは半信半疑の方用というふうにね、やっぱ分けてしまうところがあるのかなというふうな感じですね。今日はですね、えー、私は、うーん、まあ、FX の方がなんかね、うん、昨日に引き続いて、 なんか、いまいち動きがはっきりしない。鈍化してきてるんで、ズバーッと行くのかなと思って今日待ってたんですけどね。なかなかズバーッといかないですね。うん、まあ、そろそろ滝のように流れるような、はあ、報酬というか、利益確定ができると思うんですけどもね。うん、はい。それでは、今日の放送は以上です。失礼します。